はい、ありがとうございます。先ほどまではバンバさんが大学院卒業して何をしていたのかみたいな部分をお話をお伺いしました。で、この動画はこれから何をしていくのかみたいなところのお話をいただこうかなと思ってまして、まあ、1ヶ月後に辞めるという好評がありましたと、はいまあ今撮ってるのが6月なんで7月には辞めるというところなんですけど、じゃあその後は何をしていくんですか。直近としましてはベトナムに行って NGO でインターンなど、あとはフィールドワークリサーチを経てから9月から英国の大学院に進学が決まっております。なるほど。まずベトナムに関わってた NPO を退職して、その後ベトナムに行ってインターンするんですか。さようです。順番としては英国の大学院で研究する内容としてベトナムを対象にしようと思ってるので、なるほどね、名刺がない状態で自由に現地の NGO さんとか訪問して、どんなプロジェクトやってるんですかとか、コロナ禍でどんな変化がありましたとか、そういうのをインタビューとかしていって、その後の研究に生かそうかなと思ってはいます、ね、なるほど。ちなみにじゃあそこインターン先は NGO ですか。そうですね、今いくつかの NGO と連絡を取ってますね、うんうん、はい、なるほど。そこでフィールドワークっていうのは、うんうん、いわゆる研究論文としてのインプット情報として、うんうん、そうですね、はい、学ぶためにあると。そうですね。なるほど。どういう研究をするんですか。英国の大学院でまずじゃあ専攻について申し上げますと、英語で言うとヒューマンリソースアンドオーガナイゼーションでして、人材管理の組織について学ぼうと思ってるんですね。なるほど。研究内容に関してはあくまで今予定としてはコロナ禍における途上国の職業訓練手法とか、評価の手法の変化とかをケーススタディとしてベトナムで検証しようかなと思っている次第ですね。なるほど、そういうことなんですね。はい、分かりました、ありがとうございます。ちなみにもう少し聞いてみたいんですけど、はい、イギリスの大学院ですよね。そうです。あ、イギリスに行きます。でイギリスの大学院を選択した理由って何かあったんですか。あのちょっと待ってくださいね、はい、そもそももう一個聞きたいんですけど、はい、あれ大学院行かれてました。大学院行ってました、はいだからどういうことですか。修士に取りに行かれるんですか。はい、そうですね、だから2つ目の修士になりますね。ダブルディグリーを、はい、イギリスの大学院で取りに行くと。はい、そうなんですね。はい、それ何か理由あったんですか。頑張って要約しますね、はい、だからまず大学院留学を考え始めたのは今から2年ほど前でして、理由としまして外国人の方にキャリアの指導をしたり、企業さんに採用のコンサルティングみたいなこともしているんですけど、今の NPO でもちろん何も知識がない状態で話せないので本読んだりとか人に聞くこともあったんですけど、途中で思ったのが結構リソースが少ないんじゃないかなと。人材とかその労働に関する研究の蓄積がもしかしたら日本って少ないのかなって思うことがありまして、関係者の方からお叱りもしかしたら受けるかもしれないですけど、はいはいはい、一つの指標として例えば私がある日好奇心で日本の大学で人材開発とか人材管理とかを勉強できるそういう専攻がある大学ってないのかなと思って調べたところ、一つしか該当しなかったんですね、うん、事実として申し上げるとアメリカとかイギリスとかだとヒューマンリソースっていう専攻の大学がいくつもあるんですね。これだけ見ても研究の蓄積とか盛り上がりっていうのは全然違うなっていうのはその時気づいて、うん、私この狭い知識でアドバイスとかするのに心苦しくなったんですよ途中で、うん、なんかもうちょっと体系だったものを勉強してもうちょっとしっかりしたプロジェクトをしたりとかコンサルティングとかをしていきたいなっていう風に考えて、なので実務に近いような理論そういうのを学びたいと思って大学院留学をだんだんと考えるようになった次第です。なるほど、はい、じゃあ人材っていうところに関して、はい、日本の大学院で学べるところは、はい、バンバさんが思う限りあんまり多くなかった、はい、自分が専門としてやりたいところに対して、ね、そうですね、はい、じゃあそれは海外だったらもっと、はい、そうですね、その選択肢の中でアメリカもイギリスも多分他の国も、はい、ヒューマンリソースっていう観点だったらあると思う、はい、たくさんあると思います。その中でイギリスを選択した理由だったんですか。はい、まず事実としては、まあ、おそらくなんですけど、はい、ヒューマンリソースの研究はアメリカがもしかしたら世界で一番進んでるのかなとは思うんですけども、うん、私はなんかその完全にビジネスってわけじゃなくて、うん、国際開発のことも勉強したかったんですね、うん、なるほどね。だから人材開発×国際開発両方学べるとしたらイギリスになったわけでして、これちょっと説明すると国際開発の研究は完全にイギリスが蓄積があるんですね、うん、なのでまあ、それが分かった時に、まあ、イギリスに絞って、うん、でかつこの2つをまとめて学べるコースはないかなってことで調べて絞って出願したわけです、ね、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあそういう選択を持ってやったわけですね、はい、そうですね、まあ、人材育成とか人材開発っていうところをただ単に学びたいわけではなくて、はい、国際教育の中での人材開発っていうところを学びたいと思ったん で、ね、そこの選択肢がイギリスだったと。そうですね、いうところなんですね、はい、イギリスはどこに行くんですか。イギリスの名前が長いので、はい、アルファベット3文字で言うと LSE っていうところです。 LSE、はい、何の略なんですか。ロンドンスクールオブエコノミクス&ポリティカルサイエンスっていうものが新しい名前のところですね。あ、そうなんですね。じゃあそこでヒューマンリソースについて学ぶと、はい、そうですね、はい、なるほど。実際なんですけど、はい、ちょっともう少し聞いてみていいですか、はい、イギリスの大学院に行くのって難しいんですか、うん、はい、海外の大学院ってほぼ書類だけで決まるんですね。面接はしないですね。
面接のあるとこもあるんですけど、かなり数は少ないって聞いてて、うんうんうん、私あの6つ出願したんですけど、6つとも書類だけで審査されましたね。そうなんです。難しいかというと、出願する大学にもよりますし、うん、大学のしかもその専攻にもよりますし、うん、もっと言えば出願する人のこれまでの積み重ねにもよるかなと思ってて、一個一個ちょっと説明すると、まず GPA で足切りみたいなの切られるんです、はいはいはい、あ、まあ足切りがあるんですけども、大学院、大学生、はい、大学院の時の、はい、GPA と。そうですね。なるほどね。なのでいわゆるトップスクールほどもちろん足切りの範囲がすごい高くなっていきますし、うん、こっちの感覚でいうと、ね、オールイン近い状態で取らないとちょっとまずいっていうところもあります、うん、大学院に関して言うと、いわゆるトップスクールもあれば、まあ、いわゆる中堅校とかもあるので、まあ、そこで難易度は違いますし、一つの大学の中でも人気のある専攻と、まあ、そうじゃない専攻があるので、はいはい、まあ、そこで全然倍率はやっぱり違うってなってきますね。はい、なるほどなるほど。じゃあそういったところありますと、はい、で実際 LSA に応募した時って、はい、書類っていうのは何を用意したんですか？はい、複数ありまして、その大学の専攻で学びたいっていう、まあ、志願書、まあ、あの英語で言うとパーソナルステートメントと、うん、主に指導軍教授からの推薦状2通 と、英語のスコア、あとは何でしょうね、追加で何か出すものもあったと思うんですけど、基本どの大学もこの4つは求められます、ね、なるほど、はい、じゃあ志望時、そこの大学院に入って何をやりたいかみたいなところを書くものと、ね、はい、あと英語のスコア、はい、とそれに付随する GPA とか、そうですね、書類とか、そういったものが出てくると。あ、そうですね、だから成績証明書とか修了証明書とかももちろん必要になります、うん、あと推薦状ですね、はい、なるほど、わかりました、はい、で実際そこで受かるじゃないですか、はい、その費用とかってイギリスは1年だと思うんですけど、はい、とはいえ学費は高いですよね、生活費も含めて高いです、はい、ここはなんか奨学金とか取られるんですか？ね、今結果待ちのものがいくつかあるので、それを取りたいと思ってますし、あとはとはいえ結構高いので、奨学金だけだとちょっとカバーしにくいのかなと、まあ、だから結構貯金とかそういうのを使っていく予定ですね。なるほど、そうなんですね、はい、じゃあそこで人材開発とかを学ぶじゃないですか、はい、学んだ後バンバさんはどうなりたいですか？ざっくり言うと、うん、人材組織の専門家になりたいって思ってまして、2つ道があると思ってるんですね。1つが国際協力の中の職業訓練プロジェクトに関わるっていう道と、あとはもうちょっと大きい企業とかの組織のコンサルティングとかの専門家になる、はいはい、この2つがありまして、ね、でこれ全く違う道じゃないって私は思ってて、具体的に言うと私の人生の中でフェーズごとに前者に関わることもあれば後者に関わることもあるかなと、っていうかそのつもりで専攻とかを選びました。なるほど、そういうことなんですね、はい、ちなみに、はい、先ほどもちょっとちらっとお聞きしたんですけど、はいはい、人材とか人材開発の面白さって何ですか？一言で言うと、どの組織も要は人だと思ってて、これだけ IT の技術とかいろんなものが発展するんですけど、結局最初は人だと思ってます、うんうんうん、なのでその人たちにどう活躍してもらうかがもう組織の存続に関わるかなっていうのは、こういう事例をこれまで見てきたんですね、うんうん、なので2020年に入って変化が激しい中、おのおのが生き残るためで、かつ組織が生き残るため、おのおのっていうのはその社員ですね、うんうん、組織が生き残るため、こういうヒューマンリソースマネジメントっていうのが、うんうんうん、まあ、今後も注目されていくんじゃないかなっていうのを思ってますし、うんうん、あと国際協力で言うと、こういう職業訓練系が再び注目されてきてるらしいんですね。あ、そうなんですね。一時期なんかそういうプロジェクトの数とか減ったらしいんですけど、うんうん、今もまた増えてきて、あ、そうなんだ。ニーズをちょっとある程度視野に入れて、この専攻とか選んだとか、この専門性にしようって思ったっていうのも理由の一つです、ね、うん、なるほど、そうなんですね。じゃあ大学院卒業したら、うん、国際協力関係の組織に携わって、うん、そのプロジェクトの専門家として働けるようになるか、うん、はいはい、もしくはがっつり民間企業で、はい、組織のコンサルティングみたいな感じで入っていくかみたいな。そうですね、まあ、両方経験はしたいなとは思ってます、ね、うん、ああ、なるほど、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、いつから大学院には行かれるんですか？9月の後半ですね。あ、じゃあ2022年の9月から、はい、1年間行けますね、はい、なるほど。じゃあまた1年後戻ってきてどうなってるかっていうことですね。ロードマップにちゃんと紐づいてるのか、うん、はい、戻ってこないかもしれませんけど、はい、なるほどね、ありがとうございます、はい、この動画では NP 研究会を退職して、うんうん、その後何をやってるのか、これから何をしていきたいのかっていうところをお伺いしましたと、うん、はい、で大学院に専攻していろんなことをされるっていう話だったんで、うんうん、また1年後ヒアリングかけて、はい、実際どうなったか聞きに行きますね。わかりました。ロンドンでもお待ちしてます。はい、ありがとうございます。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、国際協力の中でも人材に関して働かれているバンバさんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。